メイです。セリです。ユルハです。アリアです。メイラです。リナです。ピンク、ラテ、ヒ、ビ、始まるよ。イエーイ。はい、ということで今日はアリアちゃんの卒業式をしたいと思います。ね、待ちに待った時ですね。全く待ってない感じは。しょうがありません。本当になんかみんなテンション低いよ。ちょっと本当に。無理なんですけど今日私は本当に無理なんですけど早速手紙を読ませていただきたいなと思います。ゆずはちゃん、卒業中から、そうですね、お願いします。すいません、失礼しました。はい、はい、それでは手紙お願いします。はい、どうぞ。アリアちゃんへ、最年長としてみんなをまとめてくれてありがとうございました。私は可愛くて美人さんでいろんなことを頑張っているアリアちゃんの憧れの存在です。これからもお仕事や勉強を頑張ってください。短い間でしたがとても楽しかったです。ゆずはより。ありがとうございます。ありがとう。ゆずはちゃんへ。ゆずはちゃんは小学5年生でピンクラテ TV に入ってきて昔のアリアを思い出します。ゆずはちゃんはまだ小学生なのに大人っぽくて、でもやっぱり幼いところもあって本当に妹のような感じで癒されます。ゆずはちゃんはピンクラテ TV もいろいろなことも初めてなことがたくさんあると思うけど、明るくて元気な妹っぽさがあるところがゆずはちゃんの武器になると思うから、みんなに追いつこうと大人っぽくしたりしなくてもゆずはちゃんらしいところを出してほしいです。まだまだこれからいろいろなことがあると思うけど、くじけずに頑張ってほしいと思っています。ピンクラテ TV の顔になれるようなゆずはちゃんを見れることを願っています。今までありがとう。アリアより。アリアちゃんね、ピンクラテ卒業おめでとうございます。はじめは仲良くなれるか少し不安だったけど、時間が経つにつれてたくさん話しかけてくれたり、笑わせてくれたりと、現場を和ませてくれて、どの撮影もとっても楽しく過ごすことができました。そんなアリアちゃんが卒業してしまうのは、とても寂しいけど、めちゃくちゃ美人でスタイル抜群で、私の憧れであるアリアちゃんのこと、ずっと応援してます。私たちはいつでも待ってるので、時間があるときに、ピンクラテ TV にぜひ遊びに来てください。なかなか会えなくなってしまうけれど、必ず友達に会えますように。大好きです。ありがとう。メイちゃんへ。メイちゃんは本当に中1とは思えないほどスタイルもいいし大人っぽいので、これからがすごく楽しみです。メイちゃんに初めて会った撮影の時からもう1年経つので早すぎるね。メイちゃんはとても面白いキャラだから、もっと素を出してピンクラテ TV をより盛り上げてほしいです。メイちゃんとはいっぱい深くは話せないけれど、一緒にロケや YouTube 撮影をできて本当に楽しかったよ。もう一緒に撮影できなくなるのは寂しいけれど、ずっと応援してるよ。今まで本当にありがとう。アリアちゃんへ。卒業おめでとうございます。約1年間という短い時間だったけど、本当にありがとうございました。アリアちゃんはいつも可愛くて優しくて面白くて、でも最年長としてみんなを引っ張ってくれたり、周りのことを気にかけてくれました。そんなアリアちゃんはセリにとって憧れの存在です。人見知りなセリにたくさん話しかけてくれたり、一緒に写真や TikTok を撮ってくれたり、全部が大切な思い出です。アリアちゃんが卒業してしまうのは本当に寂しいし悲しいけど、セリもたくさん喋れるようになって見てくれているみんなを楽しませれるように頑張ります。これからもアリアちゃんらしく頑張ってください。応援しています。セリより。ありがとう。セリちゃんへ。セリちゃんがピンクラテ TV の新メンバーとして入ってきてからもう1年ぐらい経つなんて本当にびっくりしています。セリちゃんはお顔も雰囲気も本当に可愛くて好きです。セリちゃんとは出身大阪が同じで、そのことを一緒に話したりして、最近少しずつだけれども打ち解けてきたのに、もうアリアは卒業するのでもっと深くお話とかができなくて本当に寂しいです。これから先輩としてピンクラテ TV を引っ張ってください。
か。先輩方が卒業してリーダーとなったアリアちゃんが頑張っている姿を見て、自分にも何かできることはないかなと思って、また頑張ろうと思うことができました。アリアちゃんのおかげでメンバーのみんながキラキラの笑顔で撮影することができたよ。ありがとう。振り返ると人見知りでなかなか話せなかった時もありますね。今ではバイバイするまで話したこと、話したいことたくさんありましたね。アリアちゃんと出会えて本当に良かったです。伝えないことがあったら丁寧に教えてくれてありがとう。辛い時も楽しい時も一緒にいてくれてありがとう。いつまでもずっと友達だし憧れの先輩だからね。ピンクレット TV の撮影では会えなくなるけど、他の撮影プライベートとかでもたくさん会いたいね。また推し活したいね。改めて卒業おめでとう。そして今言わないと絶対後悔するから、たくさんたくさんの思い出ありがとう。いつまでもキュートなアリアちゃんでいてね。アリアちゃん大好きだよ。サーヒー。アリアちゃんだより。レイラへ。レイラがピンクラッド TV に入ってきてもう2年が経ったね。本当に長い夜で短かった2年間でした。レイラは最初すごく人見知りでおとなしかったけど、今ではもういっぱい喋って動画でもまとめられるようになって本当に感動しています。レイラとはピンクラッド TV 以外のお仕事でもたまに一緒になることがあってとても嬉しいし、前より一緒に話したりして仲良くなったと思います。レイラは年下だけどそれを感じないぐらい本当に話しやすくて、本当にいろいろなことを話しました。ピンクレット TV を卒業するのは寂しいけど、違うところでまた会えたら嬉しいです。レイラ本当に今までありがとう。アリアちゃんへ。アリアちゃんと初めて会った日からもう3年以上経ちました。お互いに人見知りをしていたあの頃から撮影のためにたくさん話したり、最近会ったり仲が痛くなるほど笑って会うたびに仲が深まっていたね。今では何でも話せる仲になって撮影で会うのがすごく楽しみでした。知れないくらいに毎回会うとたくさんの思い出ができるけど、特に思い出が残っているのは帰りの新幹線で、その日の撮影のことや学校のことを話したり相談に乗ってもらったり、一緒に寝ちゃって寝過ごしちゃったこともあったね。撮影後は夜ご飯を食べに行ったりお買い物に行ったりして一緒に帰るのがルーティンになっていってました。最近はコロナ禍で一緒の撮影が全然なくて会える機会が減って、卒業までにもっとたくさん思い出を作ろうねって言ってるうちにもう3月になってしまいました。正直まだアリアちゃんが卒業するなんて実感は全く湧いてません。アリアちゃんのいない撮影は全く想像できないし想像したくもないです。それでも笑顔で送りたいって思ってこの手紙を書きます。今までアリアちゃんが守ってくれたピンクラッド TV をもっと盛り上げていけるように頑張ります。アリアちゃんの痛くない笑顔が本当に大好きでした。また会った時はいつもの明るくて可愛い声でリナって呼んでね。そして行きたいって言ってたディズニー行こうね。アリアちゃん卒業おめでとう。お疲れ様でした。リナへ。リナが新メンバーとして入ってきたのが、アリアがまだ小学生だった3年前だったね。リナとエコちゃんが初めての新メンバーですごくドキドキしたのを覚えています。たくさん一緒にロケに行ったり撮影終わりにご飯食べに行ったり、本当にリナと一緒に過ごす時間は楽しかったよ。いろいろなことを話した新幹線、リナともっと距離が近くなったとアリアは勝手ながらそう思っていました。ユナはアリアよりもしっかりしていて、アリアが最年長だった時ユナがいたからみんなをまとめれた気がします。
なが最初の新メンバーで本当に良かった。アリアはピンカーティ KB を卒業するけれど、みなぎなら安心してピンカーティ KB を任せられるね。今まで本当にありがとう。アリアより。ピティーズのみんなへ、今まで支えてくれて応援してくれて本当にありがとうございました。ピンカラチ TV の一員になってから約4年間が経ちましたね。最初は YouTube 撮影が初めてで難しいところも悩んだところもたくさんありましたが、ピティーズのみんなさんの応援のおかげでここまで来れたと思っています。ピンカラテ TV で過ごした時間はアリエにとって本当にかけがえのない時間でした。ピンカラテ TV を卒業することはとても寂しいけれど、最後の初期メンバーとしてお願いがあります。一人一人の思い出が詰まったこのピンカラテ TV をずっと愛してください。今までたくさんの応援本当にありがとうございました。ピティーズの皆さん大好きです。アリアより。なんかね、コロナ禍でバスを閉めたし、会えなかったりとか多くて、なんか思い出たくさん作りたかったなって思うし、なんか卒業旅行とかも行きたかったね。大丈夫だった。